ニア・バルダロスはカナダマニトバ州ウィニペーグ出身の女優。ギリシャ系カナダ人の両親から生まれる。ライアソン大学を卒業後、トロントの劇場のチケット売り場で働いていたある日の舞台で演者の急病というハプニングに芝居が頭に完璧に入っていた彼女をプロデューサーが代役と指摘をし、大成功を収めたことで劇団入りを果たし女優として活動し始めることになる。 1993年に俳優のイアン・ゴメスと結婚後にロサンゼルスに転居し、数々のテレビ番組に出演。2002年にはイアン・ゴメスとの結婚のエピソードをもとに執筆して、自身が演じた一人舞台がマイビッグ、ファットウェディングとして映画化され、舞台同様に映画用の脚本も執筆し、自身が主演。インディペンデント作品ながら口コミで評判が広がり、 全米で上映感が拡大していき、結果的に8ヶ月のロングラン上映、2億ドルを超える興行収入を記録した。この映画化の経緯には、舞台を見に来ていた女優のリタ・ウィルソンが感激し、夫のトム・ハンクスに勧めたことで舞台を見た、ハンクスも感激し、自身の制作会社である、プレートオン・カンパニーで制作することを申し出たというエピソードがある。 2003年にはこの作品の主人公夫婦のその後映画版の主要キャストが再結集して描くテレビシリーズマイビッグファットライフが制作された2004年には再び脚本を兼ねたコメディコニーカーラコニーカーラに主演この作品では制作葬式も務める2009年には脚本主演を兼ねたロマンスコメディ アイヘイトバレンタインズデーで監督デビュー。この作品では、マイビッグファットウェディングで、主人公トゥーラの夫、イアンを演じたジョン・コーベットが恋の相手役を演じている。また2011年には、トム・ハンクスが監督、主演を務める、幸せの教室でハンクスと共同で脚本を執筆した。2008年に女の子を養子として迎えている。ありがとうございます。